こんにちは、ミサ国放送局始まります。今日11月7日は、フォートナイトにヒーロースキンが来ました。イエイということでね。はい。で、ヒーロースキンなんですけど、もう、すごいたくさん種類があって、で、自分はこのダイナモダンサーですね。選びたいと思います。ネフライトさんがね、この間動画を出してたんですけど、それと同じものですね。はい。でなんですけど、このね、ヒーロースキンっていうのはね、かなり、物議を醸されていた時期がありまして、競技の時にね、使えなかったっていう、アリーナですね、とかで、強すぎて使えなかったっていう、単一色で、白とか黒とかがめちゃくちゃ強い、まあ、影にね、馴染んだりとかっていうのがあって、まあ、それがね、まあ、敵からしたら見えにくいっていうことで、復活したみたいなんですね、アリーナで使えるようになったみたいで、なのでね、実際に買って、で、アリーナでプレイしていきたいなというふうに思います。で、本当にいろんな種類選びまして、まあ、スーツパターンとかヘッドスタイルとかね、いろんなの選べるんですよ。はい。カラーとかもね、選べて。はい。今、ヒーロースキン購入しました。イエイ！ということで、はい。装備。これも、獲得。ということでね、ちなみにエモートもね、もらえます。これ買うと。はい、こんな感じです。ロッカーに行って、で、設定していきたいと思います。ネフライトさんと同じしますね。これで、で、多分これプラチナだったと思うんですね、全部。白と黒の単一色ができなくなったって感じですかね。ホワイトとかを押すと、こうやってホワイトが選択できないようになってますね。これが、今ね、最強のヒーロースキンになってます。今ね、霧とかね、出てるんで、そういう時に強かったりとか、あと雪山とかでね、強い。同化するので、色が。なのでね、強かったりとかするみたいです。ラップがね、これですね、これがちょっとホワイトっぽいっていうのが、あったので、これもちょっとやっていきますか。そして、アリーナやっていきたいと思います。ちなみにアリーナは、新しいシーズンになってから一発目になります。はい、見ました。アリーナでね、使えてますね、ちゃんとね。結構ね、悩んでる方多かったんじゃないかなっていう。アリーナで使えないのっていう。通常のソロではね、使えてたみたいなんですけど。おー、同化してます。同化してるぜって感じで。完全にこの雪山と同化してますね。これは強いですね、ここの地形ではとても見えにくいんじゃないですかね、敵から。強いです。狙われにくいですね。霧がかかってきた。これでさらに 敵からは見えにくい。雪山で霧ってもう見つけられるの無理じゃねっていうレベルの統一感。こんな感じでラップもね、統一感があっていいですね。はい。これもね、プラチナっぽい感じで。OK。 金本持ってるし、最強やん。使うか、せっかくだから。わあ、先にやれた、先にやれた。金本やるわ。
当たんねえし。ジャンプパッドゲット。もう使っても大丈夫だ。やべ。これがダメかも。取るか。これってあれだ。やべ。やばい。ああ、2になっちゃった。はい。というわけで、ヒーロースキンね、アリーナでも使えて、特に、ね、雪山とかあたりがね、最強なんじゃないかなっていうふうに思いました。ぜひね、興味のある方は購入して使ってみてください。カスタマイズできるのもね、楽しいですしね。以上、今度よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。